三春はもともとものづくりをする人たちが多くいる町なんですけれども、そのものづくりをする人たちが集まりまして、でこうお客様と直接触れ合ったりこうお話をしたりしながら作品を手に取っていただける機会をと思いまして、このようなイベントが開催されることになりました。このイベントはですね、作家さんと直接触れ合っていただいて、それでものづくりの姿ですとか、お客様も作家自身もこう感じれるようにジャンルの違うさまざまな作家や職人たちが集まって、実演やワークショップなども開催されまして、で今回はですね、歴史民族資料館さんですとか、あと町の人形館の方なんかとコラボレーションしまして、三春の古い焼き物である上六焼きというのがあるんですけれども、それとこうコラボレーションをして、作家がその古いものにインスピレーションを受けて新しいものを作るというような展示も同時開催で行っております。そういったこうインスピレーションを受けるですとか、こうものを作る楽しさというのをこう触れ合うことによってお客様にも感じていただきたいなと思っております。私は三春町で陶芸をやっているんですけれども、今回初めての参加になります。このイベントのことは前から聞いておりまして、皆さんものづくりをしている人と訪れた方がこう触れ合うことによって、どんどん作る意欲が出てきたり楽しいって、今回私もそれに参加できるということで、今まさに制作最中ではあるんですが、楽しんで参加できればなと思っております。三春町もそうなんですけれども、あちこちでいろんな人が今少しずつ頑張っております。三春はそれほど大きな被害はなかったのですが、ぜひ皆さんにも県内外からいろいろな方に来ていただいて、福島県の中を楽しんでいただきたいなと思います。そうですね。震災に福島県はあったんですが、ものづくりをしている人たちは、希望を胸に、楽しく制作を続けております。それは来ていただいた方に皆さんに見ていただいて、それを私たちも家庭にまた新たに作りたいと思いますので、ぜひお出かけください。